キューバとの国交正常化交渉を終えて、アメリカ政府の高官は人権問題の協議が鍵になるという考えを強調しました。キューバのハバナから中継です。はい、会見に臨んだジェイコブソン国務次官補は時折笑顔も見せましたが、基本的には厳しい表情でした。We also address continuing areas of deep disagreement between the United States and Cuba. This includes our concern about progress in the areas of freedom of expression and human rights.また、キューバの共産党の機関紙の記者のテロ支援国家指定と経済封鎖の解除がなければ国交正常化できないのではないかという質問に、オバマ大統領もその2つの問題を交渉を進める上で認識していると答え、議会で共和党の理解が得られれば経済封鎖を解く可能性についても触れました。ただ、実は会見の前にキューバの反対勢グループと朝食を取るなど、交渉が終了した後はキューバの嫌がる行動も見せるようになっています。アメリカ国内の理解を得るためと見ることもできますが、キューバ側の反発も予想されます。国交正常化までの難しい駆け引きがいよいよ表面化しています。